今週のゲストは写真家でキリエ作家の今森光彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今森さんは1954年滋賀県生まれ大学卒業後自然写真家を志しフォトスタジオ勤務を経て1980年にフリーランスの写真家として独立されますその後活動拠点を滋賀県大津市に移され里山の運営などにも関わられていらっしゃいます 今森さんは滋賀県大津市に広大なアトリエをお持ちということですが、えー、広さは千坪。アトリエの名前これオーレリアンの庭って言うんですか。そうです。どういう意味ですかこれ。これはですね、あのラテン語で金色っていう意味なんですけども、ああ蝶々の蛹に金色してるやつがいるんですよ。うんうん、なるほど。はい、それでね、そこからね、蝶々の愛好家にこうつけられたニックネームみたいな感じで、うん、ああそれで捉えられああって。 ちょ<で>その蝶々の名前じゃなくて、その蝶々の愛好家のことをオーレリアン。そうです、そうなんですね。ああであのオーレリアン教会というね、蝶々ばっかりこう好きな人たちの集まりなんかもあるぐらいなんですね。うん、はあ、こ、こ、に、日本にあるんですか。これはね、イギリスなんですか。はあ、イギリス。ええ。へえ。比叡山のそのは、ひ、広がる扇地区っていうところなんですか。これ扇です。はあ。 でここはどういうい場所なんですかね琵琶湖の,のも本んのほとりの田園地帯なんですけど昔実はですねこの辺りがね琵琶湖だったんです小琵琶湖ってそれで「小琵琶湖層って言われてるところで起伏があんまりなくてですね琵琶湖だったけども,もうそれがこう後退して今は琵琶湖じゃないんですね、はい、40万年前の話なんですけどはい、はい、それであの丘陵地になってるんですよ。うん で琵琶湖と比叡山という山の間に丘陵地がありまして、そこは媚び箱だったんです。うん、そこのエリアです。それが大木地区って言います。て、うん、か、なだらかな感じですかね。うん、これはあれですか。こう移住された時、水道がなかったんですか。そうなんですよ。もう近くに人は住んでるんです。私はね、そのアトリエを立った時は、そこに水はなかったんです。うん、致命的で。そうするとど、どうやってあれですか。いやこれはね、もう本当に致命的なんで、うん、もうい,いやと思ってね。 であの仕事さえでできればいいやと思ってたんですよ、うん、それでもやっぱりす何年かいるとやっぱ水がないと話してなくて、うん、それで思い切ってね井戸を掘ったんですよ、はあ、そしたら50%ぐらいの確率でしか出ないって井戸屋さんに言われて、うん、それでももう一か八か掘ったんですよ、うん、そししたたら出ましたあ,あ,あれですか素人考えだと目の前に琵琶湖があるからそうなんですよね水の確率は高いと思うけどそうでもないんだ意外にねあの辺りってすり抜けるんですよね。 あの、水はけがいいですから、ばッと出ちゃうんですよね。ね、はいはあ、じゃ、あ今はその水で、あの、ええ、生活なさってる。るそうですね、はあ。で、あれですか。まずは、な、なんでそんなアトリエをっすか。そこ,こはね、うん、あの、もともと、交通の、あの、市内にいるんですけども。うん、そこに通ってたんですよね。すごくこの電子体が、まあ、あの。 これは何ですかね、まあ、ナチュラリストっていうか生き物好きの人間にはたまらない場所で、うん、それで水田があって、うん、適度な雑木林があって、うん、そういうなんかこうまあ環境の多様性っていうか豊かなんですよね、うん、それでもう大好きな場所で通ってたんですよ。で始まったんですねああ今ここにあの「今森光彦の心地いい里山暮らし12ヶ月」っていう本がありますけど。はいはい これさっき僕中身拝見したんですけどあの日本じゃないと思ってました読んでてあ<ー>見ててこんなに豊かな、ね、あの昆虫とか蝶とか、えー、花とかそうですね,ねとてもすごいですね、うん、そうなんですねやっぱりあの、えー、とただまあ写真はあれですよねこう写すとなんていいとこしか撮らないんで。<laughs> それで人間で勝手なもんでそのいいところだけ撮ってたらつなぎ合わせて全体に大きなイメージがあるんですけど頭の中に, <laughs> 頭の中にもう本当にパラダイスのような田園が私は広がりましたそ、ね、あそうですか、はい、でも実際来いていただくと隣にビルが建ててた <laughs> <laughs> そうですよねまあそんんなもんですね昔あの僕ブルタス作ってた時ナショナルジオグラフィックっていうのが本当に先生で、うんうん、でナショジオが撮影したであろうアフリカの場所行くと、うんうん、え これ演出写真なんだっていう、なるほどそういうことがありましたけど、写真とはそういうとこありますねあ。ありますね。でまたそれがいいとこですね。ジーワイ、ロハストーク。この今森さんがこのアトリエを造成される中でこだわったのはエコトーンということですけど、これはどういうことなんですか。これはですね、うん、あの何かから何かの環境に移り変わる環境。 それをまあエコトーンって言うんですけどそういうところにですね生き物が集まってくるんですね、うん、例えば森からですね草原に変わるそういう途中のところっていうのは森の生き物も見られるし、うん、草原も見られるんですですからナチュラリストがすごくこの生き物に合うチャンスを増やして観察しようと思ったらそのやっぱりエコトーンを知ってないとダメなんですよ<ー>そこに身を置くっていうことが一番大事です<ー>というかみんな本能的にもそうしてますけどね、うん あれ魚と一緒ですねじゃあ黒潮となんだ親潮<あ>って混ざるとこが一番うまい魚がいるとやっぱりその境目なんですよね生き物っていうのはあまあアトリエにはあれですか雑木林ガーデニング水田ため池まで,あ,るんで溜もあります。私私でですすねお手伝いやって ていただけそうで、これやれないんですよ。割とこう緻密な計算で、あの手入れをしてますんで。例えば切っちゃいけない木とか、決まってるんですよね。それがわからないと思います。あ、そうなんですか。そうなんですよね。この人が全部、表紙のこの人がやってるんです。大変ですね。写真取れる。それがね。大変じゃないんですよ。楽しいんですね。この草刈りとか、この労働が、なんか。 何て言うんですかね？労働だけしてるわけじゃなくて、うん、なんか情報収集をしてるんです。なるほどあの草刈りの時って情報収集の一番いい時なんですよ。あの野原に一番近くてその木を切る時なんでものすごくね。いろんな情報が入ってくるんですね。うん、匂いとか風とか、うん、えー、あの観察力。 この間あの福岡市に来てあっていただいたときに、あの昆虫採集。あの子供たちにさせると、うん、その子供がそのどういう情報を得てるかわかるっておっしゃってたけど。まさにそう,です、ね、そういうのと一緒なんですかえ。そういうのとよく似てると思いますね。ああまあ地面に一番近いところの作業からやっていくのが一番、やっぱり。なていうんですかね、観察としては一番大事ですね。うんうん、ジェイウェイロハースト。 えー、今森さんは長年里山の保全活動もしていますけれども、里山の守る重要性、えー、またその難しさっていうのはどんなところにあるんですかね。これはですね、やっぱり里山の重要性っていうのはもうあの里山の自然っていうのは日本日本人として絶対欠かせない日本人のこう自然観を培ってくれるそういう美意識とか、そういうものを培ってくれる自然だと思うんですね。うん、ですからなくしちゃいけないんですけども。うんうん ものすすごいスピードでなくなくってますねあと僕知らなかったのこの「やつ田」っていう言葉、ええ、これはどういうい農地なんですかね「これはですや、ね、つ田」っていうのは、うん、えと谷を書いて三水辺の,あの大津の「松ですね、はい、それから「田んぼ」って書くんですけども「うん、えと津」っていうのは港っていうなんか意味合いがあるんですね、はい、集まるという意味合い、はい、それで谷が集まっている田んぼっていうそういう意味です。うんはは <で>ちょっとあれですすかこう谷合いの田んぼだと思いますか、うん、そうですね。であの環境はですねちょっと相反する環境が集まってるんで生き物が多いんですよね。はあはあ、だから重要な環境です。 えと今森さんが手伝っていらっしゃるあの企業との取り組みの一つに扇地区の名水の里山っていうのがあるんですけど、えー、ここもあれですかその八田がある場所なんですかそうなんですね、はい、あのここはちょっとやっぱり、あのー、日本中どこでもそうなんですけど荒廃しかかっていたですね安田環境ですね、はい、その名水の里山と名付けてそこの丸っぽですね、うん、えと安田丸っぽ全部をですね、うんうん、これから保全活動していこうというそういうプロジェクトをですね、はい 保全の時って、まずは最初は何に注意するんですかね。何をやるんですか、ね。えっとね、保全の時は、えっと、まずはですね、その環境が。 どれだけ放置されていて悪い状態かをまあ一応環境的に見ますよね。例えば田んぼだったら去年まで耕作されていたのか、五年間放置されていたのか。農薬のことか農薬農薬そうですね。農薬掘ったと農薬だけではなくてですね、放置すると土手の環境が良くなくなるんで、それもね保全しなきゃいけないんですね。これかと森はもう見たらすぐわかります。えっとヒノキ林でもない竹林でもないなんかそういうすごくですね、わまあわけのわからない森になってるんですよね。あの要するにまあ放置してるから。 うん、ですでそういうたものを、はっきりさせます。うん、で、八田のプロジェクトとして、一番大事なのはその森の部分をですね、雑木林にすること。ですね、うんうん、それが目標です。うん、無駄毛のお手入れみたいな。そうでね、ムダ、ね、毛です。ムダ毛, <laughs> 毛どころじゃないと思います、ね。また怒られてる。また怒られてる。<laughs> <laughs> ええー、名水の里山では、あれですが、あの。 ですね、あの社員参加によって植木をやった植林やったんですかのここはついこの間終わったんですけども、えー、と200本のですねクヌギの養木を植え込みました。うん それでこの二葉っこのですねあのこれまあし木くになるんですけどこれを植えるとですねそこに鳥が飛んでくるんですね、うん、それで細いちっちゃな枝なんですけど鳥が止まってそこでうんちをして、うん、それでその鳥のうんちからですね芽生えて実のなる木が育つんですよ。うん、それを狙ってますねははで今森さんは滋賀県高島市にも萌え木の国と雑巾林あはい。 ここれはあれですかえー、高島市ってあのその現場からどのくらい離れてるんですか、えっと、うん小一時間ぐらい割とね、はい、滋賀県って縦にも長いんで、はい、えっと今その名水の里山のあるところは大津市なんですけど、はいはい、そこからですね北の方に行きます、うん、小一時間、はい、そこにあの萌木の国という2ヘクタールぐらいの、うん、え雑木林ですね、うん、それをまあ個人トラストでやってきたんですけど、うん、おすごいななんか花坂爺さんみたいな話ですけど。<laughs> <laughs> <laughs> そう言ってだくと嬉しいですけど <laughs> <laughs> この「萌え木の国」もあれですかこの萌え木にはこう意味があるんですかあこれはですね、うん、えとああいうクヌギとかコナラの雑木林というのは例えば大きな幹を切りますよね、うん、そうしたらすぐに芽吹きますね、うん、まあ萌えぐっていう、うん、そういう意味です。うん、で萌えぐ木ばっかりが集まっているそういうエリアなんで萌え木の国って名付けたんですね。 成長が早いいいうか成長早のとですね切っても大丈夫だっていうこ再現する例えば針葉樹のですねヒノキだったら切るともう芽生えないですあそうなんですか針葉樹は切るのに弱いんですよとは広葉樹はもう切れば切るほど長生きするっていうそんなふうに思ってもらってもいいですねそういう基本的なことも僕は知らずに雑誌を作ってたんですね本当にいい加減なやつですね今のはオフレコじゃないです <laughs> えここはえあれですかえ今森さんが客員教授を務める大学の実習の場にしてうで、ね、どうですかその若い人の意識ってまあ外事でもね随分農業に関心持つ都会育ちのことが増えましたけどあのこういう何て言いますか山の仕事するのえ林業女子だ林業女子本当にいるんですかねそういう。 その森林活動をやりたいと、うん、それがね、いるんですよ。うん、あ,あ、そうですか。僕この間、去年ですね。うん、あの竹切りのあれを、うん、や、いろいろやったんですけど。みんなすごく喜んでやります。うん、あの、彼らにとって、うん、あの労働じゃないんですよね。うん あの小さい頃逆にやってるとすごく嫌なんですけどやっぱり新鮮さがあるんでそれとあとあ農業とねあの結びいいいいてないのはいいですねあの変に結びついてるとやっぱりその生産性のことを考えたり経済のことを考えたりとか親の辛さのことを考えてんかこうしがらみが出てくるんですけど今の大学生なんかは全然それないですから竹切りはあくまですからあの教える会ありますよすごく。 あのやる気のある子はいっぱいいますね。ま、毎年夏に2泊3日で昆虫教室を開催されてるってうんですけど、はい。 これ昆虫ってやっぱり女の子興味ないんじゃないですかそれはねそんんななこといです僕の時代はもう男しか興味なかったですけどね昔はですねなんか女の子のくせにあんなことやっててとか言ってんか世間体が許さなかったんですけど実はね女の子の方が関心があるんですよ女子力はここまで及ぶようになりました昆虫才にし虫ねえとね毎年120人ぐらい募集するんですけど半分以上女の子ですよへえ えすごい不思議でしょでもそれはその問いだと思いますやっていてうん、うん、女の子の方が関心高いですね、うん、まあでも生き物だからね本来女性が関心持って不思議のない領域だとあそうですね私は思いますあの美意識と好奇心小学校の時、うん、発育を考えてもやっぱり女の子の方がやっぱり勝ってますよね J ・ Way ロハ・ストーク 今森さんは琵琶湖周辺の里山や自然をテーマに収めた写真集を多数出版され第20回木村伊兵衛賞写真賞第28回土門憲賞などもう本当名だたる賞を受賞されているんですけども。 そ,そもそもこの写真家を志したきっかけっていうのは何なんでしょうこれはですねやっぱり僕がちょうどですねあの学生終わった頃で就職しなきゃいけないような時代1970年代なんですけどその頃にこの視線写真っていうのが。 こう市民権を得てきた時代なんですね。それとマッチングしてますね。うんえー、それで職業にしたいと思うようになったんです。でもあれですか。そんなあの昆虫採集は好きだけど、そういう自然の写真好きだったんですか。うんと、いや、写真はそんな好きじゃなかったんです、ね。でねえ、そうだよね。そうなんですよ。うん、まあ、今でもそうですね。うん、写真っていうのは二万。 それよりも写真を撮るっていう行為を使ってですね自分がものを見たり体験したりしたいんですよ。これが本音ですねうん、うん、それやってたら <laughs> 写真が溜まっっちゃたたみたいいやでも木村伊兵衛賞と土門憲章って名だたるで、ね、日本の最高賞を受賞されてるわけですから、うん、やっぱ写真の写真家としてのセンスも超一流だったと思うんですけど今までまああれかな最初に海外で あの。 取材旅行っていうのが行かれたんどちら行かれたんですかえっとね19歳の時でしたねまだ二十歳になってなかったインドネシアなんですねで何を追っかけたんですかこれはね熱帯雨林なんですよ木曜熱帯雨林で恥ずかしながらね1回の旅でね熱帯雨林行けなかったんですよあまり遠くってお金がないもんで何もないでしょう田んぼばっかりだったんですよ遠くのに熱帯雨林見えてるんですけど到達せずに帰りましたやっぱりヒマラヤの山のものに金かかるのと一緒だよね一緒ですね インドネシアででも一緒したそれで結局ね23か月結局ね田んぼの中で過ごしたんですねそれが里山につながったんでちのち発想が不思議なもんですねお金がないからインドネシアの田んぼ取ってたらそれが里山の面白さにつながったんですきっかけになったですから私は田んぼはねに関してはさっきインドネシアで体験してるんです棚だとするまで見たことないんですよ日本でもうん じゃあやっぱり外国行ってから足元に気が付いたそうなんです。あまあそういうこともよくあるかと思いますけど、ええ、1988年に写真集昆虫記っていうのを出されてますけど、これは写真が1700点も入ってんですか？そうなんです。いや、すみません、このこの本知らない俺。あいいいもうあの知らなくてもいいと思います。いやいや、えこれはどうどういうあれですか？これはですね、まとめ方なんですか？ えっとナチュラリストが一人のナチュラリストが自分の身の回りの自然をですねずっと継続してみるっていうそういうことを言ってる本ですね。それであの日記みたいなもんなんですよ。えっ、ー、と四月一日に何を見たとか書いてるんですよ。そういう本です写真集ですね。ソロンみたいなんなんか当時じゃまあ画期的な本だったですね。はあはあ、これはあれですかその自宅周辺のアトレイエス編の昆虫記そ,そうです大木地区の。 あのまあ、今森さんみたいにこう自然の写真撮ってるとまあ蝶々が好きだとかね、うん、え甲虫が好きだとかいろいろあ,あると思うんですけど<っ>今森さんの場合あんまりそういうこだわってるもんないんですか、うん、あのこだわってるものはないことはないんですけども、うん、意外にですね、うん、あの平均的ですね、うん、割と何でも興味ある僕はあの昆虫だけじゃなくて実は魚も興味あって鳥も好きなんですよ、うん、それで植物も好きなんで。大変だねそれい、えー、いやいや でもまああのその分浅くなるんでしょうけどもなんかそういう見方をしたいんですよね。それでだからこそなかこうああいうサテマのようなこう全体をですねなんか見る写真に。 に行ったのかなっていうそういう気がしますね、うん。あ、そうかそうか。こう全そ,その環境を撮ってるんですか。えー、環境に興味があるんですね。なるほどなるほど。えーうん、ああだったらこういう写真集が出てくるのわかりますね。あ、えー、よく環境写真家とか言われたこともあります、ね。ああ<ー>、どっちかと,いうとそっちの方がいいという。うん、まあそうですね。あえて名前をつけるんだったら、えー、そ,そっちの方がわかりやすいと思いますね。ロハーーストーク この間僕あの銀座のですね、あの資生堂のとこと道歩いてたら。<ー>なんかこう素敵なね、切り絵が飾られてて。あ,<ー>あれと思って思わず入ったんですよね。<ー>しらそうですか。え、何、今森って、<laughs> 僕が知ってる今森はカメラマンなのに。何で <laughs> 別の今森がいるのかなと思ったんだけど、<laughs> 今森さんは実は切り絵作家としても。ご活躍なんですよね。そうなんですね。これはいつ頃からじ、始めてたんですか。これはですね、小学。校 こうの一年生からね、六年生まで六年間切り絵に没頭してたんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。それであの三十年以上ブランクあったんですけども。うん、えっと十何年前に再開しまして、うん、それでまたやり始めてるんですよね。じゃあ、あカメラ小僧の前に。もともとは切り絵小僧だった。もう<ー>カメラ小僧なんかずっと後なんですね。でも切り絵ってあれですか。こう半分によってこう。 切るわけですよね。えっといや、切るわけじゃ一枚の一枚の紙をカットもするし、いろいろです。でも今村さんの場合ナイフじゃなくてハサミだから全部ハサミなんです。こうじゃあれですか一枚紙からいくとぶぶっ刺さしてこうやったりするんですか。いやあの刺さないんです。刺さないですか。もうあの鋤って鋤あ鋤から切ってくるの。鋤から切っていてで中を丸開けるときは中に切って開けるんです。なるほど。あのぶち抜かないんです。全部切り口があるんですね。へえ どのくらいの時間え、これはね白黒いやつありますよね。ああいうのは意外に早いですね。<ー>もう手がパッパッパッパ動くんで、<ー>それであのー、えっ、ー、と色刷りというか、色の色紙を重ねるやつ、うんうん、大型作品があるんですね。うんうん、それはね、結構もう絵と同じなんで時間がかかりまして、1ヶ月ぐらいかかりますね。 俺ですかこれ吉本からお誘いに来、ま、ないですか写真家じゃなくて演芸場でいやあそれでねあのーえー、あれなんですよ昔ほらこういうあれなんていうんですかと 紙切り芸っていうのがありましたね。いやいや僕僕落語大好きだから覚えてますよあ合間にそれとはやっぱりちょっと違うんですよ<ー>あの感じが。何が違うかっていう要するに、ね、やっぱあのその生活に出てくるものじゃなくてやっぱり僕の場合はあくまでも大好きな自然を表現するっていうか。うんうん その中にあるんでお題をもらってですね、うん、それでお題の取り切ってそれを差し上げるということはないんですね、うん。<laughs> 江戸の江戸のなんとかじゃないのね。<laughs> えー、でもあれも粋ですけどね、うん、なかなかねいやでもすごいこれ,これはれですかまだ海外で発表したことないんですか海外でねあの公演やりたいんですよそれをちょっと今希望してますじゃあ今度盆栽興味ないんですか。 んかいきなりね切り絵で盆栽やったらい,いけそうかなと思いましち,ちょっとイメージがつかめないですけど <laughs> 要するにあの盆栽の写真ってあるじゃないですか、ええ、あもうあれでも驚いちゃうじゃないですか、ええ、盆栽、ええ、だから盆栽の世界を切り絵で表現する人って、えっと、その盆栽の状態を切り絵でやるっていうことですね ああなるほどなるほどああの風雪に現れたなんとかとかそれなんか枝森さんだと今森さんだとできちゃいそうかなと今ああでもねおしたってことよくわかります、うん、そういう感覚大好きですねいやいや単なる思いつきですけど、うん、でもわからないでもないですああでも自然をね なんかこうやっぱり形に対する憧れがありますね<ー>あの自然物もう鳥であっても魚であっても、えー、昆虫であっても形と色のですねその組み合わせのその<ー>素晴らしさそれをまリガミに 結構できるんですよね。え、なんかこうストレートに伝わってくる。じゃあ、世界の貝の図鑑を作ってほしいな。あ、なるほど。会もね。会も結構エロチックですからね。貝もやりたいんですよ。あ、やりたいですよ。やりたいの。本当は。時間がないだけで。貝もやりたい。ね、面白いよね。会話ね、絶対面白いんですよ。 いや実はあの今森さんとはまあお互い憧れの存在だったんですが今日初めて会ったというか嬉しいです。これからもぜひよろしくお願いします。えーはい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。